こんにちは。数字の組織について解説します。この辺のボタンで数字の組織を変えることができます。まず、列全体を選択してから、間膜切りで表示させるために、数値っていうボタンを押します。そうすると間膜切りで数字が現れました。しかし、小数点まで出てきたので、こちらのボタンで小数点を減らしたり、増やしたりすることができるので、小数点がいらない場合はなくしましょう。また、小数点の数字をパーセンテージの数字にしたいときはこのボタン。これでまたパーセンテージの表示ができるようになります。表全体の調整をしてみましょう。まず、行の上の部分と列の左の部分を固定してみましょう。表示ボタンから固定。この表だと2行を固定してみましょう。また、列については1列目を固定してみましょう。すると、下にスクロールをしても行が固定されるようになります。外すときは、固定から行なし、列なしを選択すると外すことができます。次に、グリッド線を消してみましょう。グリッド線とは、セルの間に書かれている線のことで、表示のグリッド線のチェックを外すと、線を消すことができます。表に色を塗ってみましょう。表全体を選択してから、表示形式、交互の背景色を選択してみましょう。すると、右側に交互の背景色を選べるポップアップが出てきて、ここで色を選ぶことができます。完了を押すと、その色が反映されます。チェックボックスをつけてみましょう。チェックボックスをつけるには、対象のセルを選択してから、挿入、チェックボックスをクリックすると追加することができます。チェックの枠をクリックすると、チェックされたアイコンに変わります。行をグループ化してみましょう。行のグループ化は、対象の行を選択してから、データ、選択した行のグループ化と出てくるので、こちらをクリックします。すると、左にマイナスのボタンが出てきます。こちらをクリックすると、今グループ化を設定した行が非表示になります。プラスを押すと元に戻ります。列のグループ化も同じように、選択してデータからグループ化をすると同じくマイナスのアイコンが出てきます。表にフィルターをつけてみましょう。表全体を選択してからフィルタ表示、こちらをクリックします。すると表にフィルターをつけることができました。ただ、この場合、文字がはみ出て見えなくなってしまうところもあるので、列の幅を調節することをお勧めします。フィルターの使い方ですが、表の一番上の行の下三角をクリックしてから、こちらに出てくる値のうち、絞りたい項目だけをチェックすると、対象の行を絞ることができます。元に戻したいときは、すべてを選択を押すと、戻すことができます。また、スプレッドシートには、フィルタ表示という機能がついています。こちらの新しいフィルタ表示を作成をクリックすると、自分だけが見れるフィルターを作ることができます。この状態でフィルターをかけると、他の人にはこのフィルターを見れないため、自分だけが絞り込みをして見ることができます。シート全体の拡大と縮小もできます。こちらのボタンを押すと、拡大ができて、縮小もできたりします。このシートを見せてあげたい人に共有してあげましょう。ファイルの共有設定は右上の共有から、共有したいユーザーのメールアドレスを書き始めると、このように一覧に出てきますので、共有したい人を選択して、送信ボタンを押すと、共有をすることができます。また、共有した人の権限を設定することができます。閲覧者はシートを見ることしかできません。編集者は直接シートを編集することができます。オーナーにするをクリックすると、シートが自分からこの人に変わります。削除をすると共有を外すことができます。また、シート一つ一つや一個一個のセルにも共有設定をすることができます。シートの場合は、シートの下三角をクリックして、シートの保護、権限を設定。チェックを外すとその人はこのシートを編集することはできなくなります。完了を押すと設定は完了です。特定のセルに保護をかけたいときは、対象の範囲を選択して、右クリックから、範囲の保護を選択しましょう。こちらもまた権限を設定、対象のユーザーを選択すると
同じように範囲の保護を設定することができます。設定した保護をすべて解除したいときは、こちらのゴミ箱のアイコンをクリックしましょう。削除を押すと範囲の保護は解除されます。ドロップダウンリストを入れてみましょう。ドロップダウンリストとは、あらかじめ入力された一覧から一つの値を選択することを可能にする機能です。対象の範囲を選択してから、右クリック、データの入力規則、条件のところのリストを直接指定、選択肢に追加したい項目をここに入力していきます。選択の各項目を間膜切りで分けます。そして保存をすると選択肢が出てきます。ドロップダウンリストが追加されました。実際に下三角のボタンをクリックすると選択肢が出てくるので選択できるようになっています。セルにコメントや色を入れてみましょう。入れたいセルを右クリックしてコメントをクリックします。そうするとコメントを入れることができます。コメントを特定の人に送ることもできます。対象のユーザーを選択して、コメントに返信をクリックすると、実際にメールが返信されます。解決を押すとなくなります。メモの入れ方も、右クリックからメモを挿入。入力したい文言を入れたら完了です。グラフを入れてみましょう。対象の表を選択してから、挿入、グラフ。右側のグラフエディタでグラフの形や見せ方を編集することができます。グラフの種類では折れ線グラフだったり棒グラフ、円グラフなど様々なグラフの種類を設定することができます。条件付き書式を設定してみましょう。対象の範囲を選択して表示形式から条件付き書式を選択します。すると右側に設定項目が出てきてセルの書式設定の条件から設定したい条件を入れてみましょう。値が1000以上だけ書式が変えるようにしてみます。下の書式のスタイルを変更。完了を押すと書式が変更されています。ゴミ箱ボタンを押すと書式を消すことができます。スプレッドシートでは編集履歴を細かく見ることができます。まずはファイルから変更履歴、変更履歴を表示を押してください。すると過去に遡って更新したすべてのタイミングを表示することができます。またこの状態をコピーを作成して復元することができます。そのまま上書きして過去の状態を復元したい場合は、この番の復元を押すと、このシート自体が過去の状態に戻ります。セルを右クリックして編集履歴を表示をクリックすると、対象のセルがいつ誰によって書き換えられたかというのがわかります。こちらも過去に遡ることができます。ファイルのダウンロードの仕方は、メニューバーのファイルから、ダウンロード、ダウンロードしたい形式を選びましょう。Excel だけでなく、PDF や CSV などもダウンロードできます。印刷をしたい場合は、ファイルから一番下の印刷、右側で、用紙の大きさや向きなどの設定を選択して、次へを押して印刷ができます。Excel とスプレッドシートの違いについて解説していきます。Excel では Microsoft Office を購入する必要があり、スプレッドシートは Google Chrome などの Web ブラウザをインターネット上で起動して使うだけなので、購入する必要はなく無料で使えます。アプリケーションは Excel は Windows で起動するもので、スプレッドシートは Web ブラウザで起動します。Excel では高度な表計算に特化していますが、スプレッドシートでは主に複数の人へ共有して同時に作業をするということに特化しています。ただ、最近もスプレッドシートは高度な表計算ができるようになってきました。処理については、Excel は PC の本体で処理をしていますが、スプレッドシートは Google のサーバーで処理をしています。そのため、速度が若干 Excel の方が速かったりします。しかし、そこまで大きな差はないと言えるでしょう。関数については、Excel でしかできない関数やスプレッドシートでしかできない関数はありますが、スプレッドシートでしかできない関数については、SQL で集計できるような関数が備わっていたり、Google 独自の関数、インターネットを使った関数など、サーバーを経由して計算をすることに特化した関数が充実しています。スプレッドシートは、関数を入力した時に関数の一覧が出てきたり、その関数をクリックすると、関数の書き方やそれぞれの説明が載っていて、詳細をクリックすると右側にその説明が載っています。
新しいウィンドウで開けば関数のページへ移ることもできます。オンラインでの編集はスプレッドシートに特化しており、オフラインの編集では Excel の方が特化しているでしょう。ただスプレッドシートもオフラインでの編集はできるようになっています。自動保存については、 Excel は設定をすればできるんですが、あまり設定をしている人はいないでしょう。スプレッドシートについては常に自動で保存されるため、保存した内容が失われるという心配はありません。編集履歴もスプレッドシートの方が過去に長く遡って鮮明に再現することができます。共有については、複数人で同時に編集をした時に誰がどこのセルを編集しているのかはっきり見えるのがスプレッドシートの方です。 Google のサービスとの連携もスプレッドシートの方が充実しているでしょう。安定性に関しては Excel もスプレッドシートもさほど変わりません。マクロについては Excel の方が正確に動くと思います。ピボットテーブルについても同様です。スクリプトについてはスプレッドシートの方が書きやすいと言えるでしょう。クラウドの連携も同様に。参考書については Excel の方が圧倒的に多いのに対し、スプレッドシートに対してはかなり少ないです。そのためこのチャンネルでノウハウを貯めていきましょう。いかがでしたか？次回からは仕事でよく使う基本的な関数を一つずつ全て教えていきます。基本的な関数をマスターするだけで、あなたの仕事はかなり改善されるでしょう。ではまた次の動画で会いましょう。